にちは、サータンでーす。今日はミスタードーナツをたくさん食べていきたいと思いまーす。はい、久しぶりの爆食い動画を撮っていこうと思います。で、さっき買いに行ったらこのめっちゃ可愛いミニオンのコラボもやってたんで全種類買ってきたのと、あとは大好きなポンデリングとかハニチュロとか、あとちょっと甘いのばっかりやったら飽きるんでご飯系のやつも買ってきました。で、これをね今日は食べていこうと思うんですけど、前回インスタで質問募集したんでそれに答えていきながら食べていこうかなと思います。ミスド食べるんめっちゃ久々かもしれへん。そうでもないか。でもこんなにいっぱい食べるんはめっちゃ久しぶりなんで超楽しみ。今日はね朝まで5キロしか走ってないから、これ食べてお腹が落ち着いたらまた夜走りに行こうかなと思っています。まあ一旦先に1個食べていこうかな。これにしようかな。ポンデリングとミニオンのコラボ、めっちゃ可愛い。いただきます。うん、うまっ。うん、この青いのがめっちゃサクサクしてる。うんふん、バナナ味かな。やっぱポンデリングって一番美味しい。うん。てか待って、この青いやつ、あの、パチパチになるやつやん。すごっ。うん。カメラに全然映ってないですけど、私のこの下にワンちゃんたちが何か落ちてこないかってめっちゃ待ってる。マジで落とさんようにしないと。めっちゃ美味しい。やっぱさ、もちもち系って最高よな。ダイエットの質問ね、募集したから、ダイエットがすごい多いんですけど、こんな爆食いしながらダイエットの質問に答えるってめっちゃなんか矛盾してる。ラーメンが大好きでやめられません。カップ麺も全然食べちゃいます。わかるよ。めっちゃわかる。だって、私もドーナツ大好きやもん。こんなん食べながら、いや、ラーメンをやめた方がいいで、なんてよう言わへんし、全然好きなものはやめる必要ないと思うんですよ、私は。うん。なんかそれやったらその分運動頑張ってご褒美に食べるとかしたらいいと思います。結局それずっと我慢できるかって言ったら絶対我慢できないじゃないですか。それやったら程よく運動して程よく食べるっていうのが継続できるんじゃないかなと思います。だから私もめっちゃ走ってめっちゃ食べるし、うん。今日はですね、カフェオレの気分やったんで、牛乳とコーヒーを買ってきました。ほんまはさ、ブラックの方がいいけどさ、今日はカフェオレの気分だったんで、牛乳とコーヒーを混ぜちゃいます。あれ、めっちゃおすすめの、ハイドロフラスクっていうところの、コップとかタンブラーとかいっぱい出てるんですけど、このやつマジで氷溶けへんし、熱いのも冷めへんし、超おすすめ。うんまっ。カフェラテとドーナツ最強。ありがとうございます。本当に美味しい。で、ラーメンの質問はそんな感じ。好きなもの食べながら楽しく運動して楽しく食べてするのがいいと思います。次これ食べます。これはゴールデンチョコレートのちっちゃいやつが 1,2,3,4,5 5個とこんなチョコレートのボールが入ってます。あんでうまっ。もうこれ子供の時からめっちゃ好き。黄色いつぶつぶ、もうつぶの最後の最後まで食べるタイプ、あの拾って。うーん、うんふん。次の質問、現在の体型でコンプレックスに思う箇所はありますか。めっちゃあります。もうコンプレックスしかない、マジで。もちろんそのコンプレックスを解消するために運動してるし筋トレとかもしてるけど、やっぱないものねだりなんで全然まだまだコンプレックスはいっぱいあります。うん、これはさ、昔に比べたら少しずつは減ってきてますけどね。でも誰しもがそうじゃないですかね。サマスタで過去にリフォージとか撮らせてもらったけど終わりはないですよね。うまっ。これ食べやすくていいわ。美味しすぎるわ。ちょうど1ヶ月前になんかちょっと体調崩した時にすんごい喉と鼻にきて、めっちゃ鼻声なんですけど、わかります？口に入れた時に息ができひん。これはもう安定でした。はい、じゃあ次これ、かわいい。これはね、オールドファッションですね。あ、もうこれ取ったら普通のドーナツですね。はい、目。何味やろ。いただきます。うん。マンゴー。もう口に入れる前からマンゴーやった、今。
うまっ。なんかね、南国感ある。いや、次の質問ね。食べないダイエットはダメだと言いますが、食べるのが怖いです。私も昔は食べへんのがダイエットやと思ってたから、食べるのが怖いまではいかへんかったけど、なんか食べたら太るみたいなことはありました。でも体ってほんまに食べたものからできてるから、マジドーナツ食べながら言うことじゃないんですけど、食べなかったら食べないだけの体にはなりますよね。だからやっぱり怪我しやすいとか病気しやすいとか、痩せるっていう点では食べなければ痩せるんですよ。やっぱり脳だったりとか臓器だったりもちゃんとその食べたものとかでできてるんで、ちゃんと食べないとやっぱり内側もね、どん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 悪くなっちゃうから、イライラしやすかったりとか、生理止まっちゃったりとか、そういうところにもね、すごい影響してくるから、なんかまずは食べることを、なんか痩せるために食べるっていうよりかは、自分の肌をきれいにするとか、もし運動してはるんやったら、なんか運動のパフォーマンスを上げるためにとか、なんか目的をちょっと変えた方がいいかも。ダイエットのためって思うと、食べ過ぎたら太っちゃうって思っちゃうと思うんで、目的をまずは変えることがいいかなと思います。私やったら、マラソンで目標があるから、マラソンのパフォーマンスを上げるためにちゃんと食事をとるっていう感じなんで、違う目的を作ってみてください。でもめっちゃわかるな。私もなんか食べたら太るってめっちゃ思ってた時期あったし。3つ目、終わりました。じゃあ私の一番大好きなポン・デ・リンゴ、なんだかんだ一番美味しい。結局は今ショート動画でこれをなんか焼いて食べるやつ、あれ一回だけやったんですよ。めっちゃ美味しい。やってみてください。めっちゃおすすめです。もうポンデリングってほんまに軽いよな。私が昔にポンデリングをめっちゃ食べてる動画があるんですけど、あの時に味変で醤油つけたんですよ。それもめっちゃ美味しかった。甘いもん食べるときって飲み物めっちゃ飲めるよな。半分食べたんで、これめっちゃ楽しみにしてた。これも新しいかな。ザクモッチドッグ。絶対美味しいやん。外見はね、カレーパンみたいな感じ。うんま、待って。めっちゃ美味しいんですよ。うまっ。これは、ミートソースみたいなやつ。なんか3種類やったんですけど、1個でいいやと思って1個しか買わんかったけど、もっと買えばよかった。めっちゃ美味しい。多分甘いのめっちゃ食べてたから余計。待って、質問忘れてた。はい、質問返そう。生理中の時しんどい時どうしてますか？運動や食事など。私はそんなに生理に影響されないタイプなんですよ。ちょっと腰が重いかなとか、ちょっとお腹張ってるなとか、そういうのはあるんですけど、激痛とかそういうのがなくて、だから全然普通に運動しちゃうし、食事もあんまり変わんないですね。でもやっぱ生理前とかはすごい食べたくなりますね。だからそういう時は全然食べるし、ただ私はそのしんどくなって動かれへんっていうことがあんまりないんで、めっちゃ動くしめっちゃ食べます。でもほんまに重い人いるじゃないですか、生理痛とかが。そういうのは本当に無理しない方がいいと思います。なんか何事もそうなんですけど、生理やからとかじゃなくって、なんか自分の体調と相談して食事も運動もすればいいと思います。なんかしんどかったら休んだ方がいいし、本当に生理でも食べたかったら食べたらいいし、自分に素直に生きよう。これマジで美味しいねんけど。このパンがカレーパンのパンなんですけど、外がちょっとあのカレーパンのサクッとした感じで、中がもっちりで、めっちゃ美味しい。前回さ、動画編集しようと思ったらさ、全然パソコン動かんくて、しまい目には一回全部編集したやつが消えちゃってデータ。新しいパソコンをついに買いました。2017年、 YouTube を始めた時に買ったパソコンやから、2017年以来久々にパソコンを買いました。やっぱ甘いもんばっかじゃなくて、しょっぱいの最高。交互に食べるのが美味しいね。じゃあこれ何やったっけ。エンゼルクリーム、エンゼルカスタード。エンゼルクリームはホイップの方かな。カスタードが入ってるやつ、いただき。ホイップよりカスタード派。うまっ。あと2個いらん。ちょっとどうしよう。でもやっぱポンデリングが一番好きやから。次、ハニーチュロ。私ハニーチュロ超好きなんですけど、昔全然これの魅力を分かってなかったんですよ。けど親友が食べてるのをちょっともらった時にめっちゃハマっちゃって、まあ今はチュロス屋さんとかできるぐらいやし、人気商品やと思うけど、ディズニーランドとか USJ とかまた違う
チュロスなんですよ。なんていうんかな、なんかディズニーランドとかのは結構サクサクって感じなんですけど、これはちょっとしっとり感もあるんですよね。よし、質問いこう。運動を長く続ける秘訣は何ですか？無理しないこと。なんか私ももともとマジで三日坊主やったから超わかるんですけど、最初ってめっちゃやる気があるじゃないですか。だからやりすぎちゃうんですよ、みんな。やっぱ三日ぐらい経った時にモチベーションがなくなった時にみんなできなくなるっていう。だから最初からやる気がない時でもできるぐらいのレベルでやるっていうのが大事だと思います。1時間半よし頑張るみたいな感じで筋トレ行くんじゃなくて、やれるだけやろうみたいな、やりたいだけでやったらいいやみたいな感じでやったら、また次もやりたいなと思えるんですよね。もうちょっとやりたいなぐらいでやめるのがいいかもしれないですね。まあでも質問が結構前のダイエットの話をした時と被っちゃってるかもしれないですけど、こんな感じかな。ゆるくやるのはいいですね。私もどっちかといえばこうやりすぎてしまうタイプやから、すぐ飽きちゃうんですけど、飽きさせないのが大事ですね。パパちゃんもカメラ映ります？パパです。ついにラスト1個なんでもうた。じゃあラストポンデリング、いただきます。ポンデリングが発売された時マジで天才やと思ったもんな。じゃあラスト一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はフミヤの新作と他いろいろドーナツを食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。久しぶりに爆食いではないけど、まあいっぱい食べたかな。まあ全部ほんまに美味しいねんけど、ザクモッチドッグがめっちゃ美味しかった。これはね、普通にまた買いたい。で、このミニオンもね、期間限定やから、ぜひ皆さん、今のうちにミスドにゴーしちゃってください。では、この辺で会いたいと思います。バイバーイ。